栃木を思い、本県の魅力と実力を実感していただきますとともに、心を一つにして新型コロナウイルスとの戦いを乗り越える契機にもしてまいりたいと思っております。先人たちが長年にわたり積み重ねられてきた歩みのおかげで今の栃木県があることを改めて誇りに思います。